はい、皆さんお疲れ様でした。横浜港チャンピオンシップ、めちゃくちゃ暑い中カットギリギリ通過しましたが、決勝ラウンド7アンダー5アンダーで、はい、まあ、今現在4位タイ、うん、木下稜介さんと同位で4位タイで、はい、とりあえず今現状です。そして阿久津プロはですね、16、17、18を残して今1打差で、まあ、米澤蓮選手に、1打、はい、あの負けてます。はい、でまあ、米澤蓮選手も、ね、もちろんあの応援してるし、あの若手で、ね、あの期待の、ね、星だし、まあ、中日クラウンズで優勝したしね、はいはい、でまあ、今回は、ね、アクスプロが初優勝かかってるということで、今、ね、いろいろサインとかこれをやった時にね、ギャラリーさんとかがみんな、ね、このあとちょっとアクスプロ応援行ってきますってね、もうすごいたくさんの、ね、人がめちゃくちゃ応援してくれててね、で前回 の、ね、あの動画撮った時もあのアクスプロ来てる、まあ、みんなで応援しようじゃなくて、うん、みんなでそっとしておこうみたいなミキアの応援のされ方はね、行けっていうよりね、みんなでそっとしといてあげようみたいな感じだけど、でも本人も前日のインタビューでね、うん、やっぱり明日は緊張して通常のプレーができないと思いますけど、うん、まあその緊張を楽しんでってね、何勝もしてるかのようなコメントを残してたんでね客観的にそうやって明日は緊張すると思いますがって考えてるってことは結構ね冷静だと思いますね、うん、で割と自分のなんていうんだね、分かってると思う、はいはいはい、うん、残り何ホールかまだ1打差なんで分かんないんで、まあ何位であろうと水はかけてあげようかなって思います、はい、まあ優勝したらね気持ちいいこのねウォーターシャワー、はいはい、負けてしまったらこのね悔しい涙をね、はい、水で流して、はい、行きたいと思いますね。まあちょっと残り2ホールぐらい応援していきたいと思います、はい、皆さん応援ありがとうございます。どうすか最後。いや全然ある、全然ありますけど、まあまあ、まあでもここまで来たらもうあのミスを狙うんじゃなくて、もう入れるしかないみたいな、狙えることやってどうなるかな、まあ、素晴らしい、これはうまいっすね、うまいわ昨日もあったけど、はい、あの辺の正直ゲームがやばい、スピンコントロールだったね、めちゃくちゃスピンうまいですよね、うん、結構はっきりクローズスタンスで、ね、だから抜けるミスが全くない、絶対に乗るし、も今のも全部逆ミスからね、うん、2打差で2位、2打差で3位にいる状態じゃないですか、そんな中最終日にっては何個伸ばしたの今日、今日3つで、3つシェアウェイキープ100% でした、すごい、なんか後ろ前回ってたけど、もうなんか2番もバーディーやったし、うん、まあなんか全然セーフ、うん、言いながらできてたから、まあそれ以上にメザーがすごいいいプレーしてたね、前まではさ緊張したらさ曲がってたのにさ、うん、緊張しても曲がんなくなりましたあいつまあでも最後ここ乗せてくるってなんかすごい、確かにね、
ナイスプレー。どうぞ皆様、しばらくそのままでお待ちくださいませ。ナイス、あ、もうかけるわ、かけるわ、もうもうかけるわね、おめでとう、レントおめでとう、ナイスナイスまあ、とりあえずはまあ、とりあえずね。いや、でも、堀川チャンネル2位、4位、4位、俺がもう予選通過ギリギリから4位。これなのね、作るのものは2日では12、12か、俺じゃない俺じゃない12はエグいわ。よっしゃ、2位でもかけるか仕方ないあ、すいません、2位のインタビューあるみたいですすいません、いや、もうあの悔しいのはもう水で流そう2位おめでとうございましたこれテレビ入るんだよ。勝った俺、勝ったのしかも冷たいどうすか、苦しい、いや苦しいんだこの、いや今の気持ちどうですか。マイクじゃないよ超気持ちいい2位だよナイスプレー、ナイスプレー。水のかかる姿勢はどうすか、初イメージだったこの感じだった、はい、次ちょっと本ちゃんのやつでお願いします。次本ちゃんのやつ、そうだね、先輩だいぶ待ってたから。レムのセブンはうまくうまかったね。いや、うまっ、最初バーディー先輩とかよかったじゃん。2番バーディー、ね、まあでもレン1番バーディーで、ただレンがあのショートサイドのバンカーとかでボギーやろうなみたいなのをチップインしてきて、あ、それで6番右から右のバンカーでチップインしたんで、うん、あれがもうちょっと強烈でした。とにかくアプローチがうまい、最後緩んでないし、まあ確かにね、てかスピンスうまいわ。俺らの組は2ホールだけましたなんかちょうどキリよく近いから、こいつ堀川三雲チャンネルの経費使ってきといて、お前俺のプレイズ堀川今日バーディスタートだぞ、できたと思ったよ、さすがに離れた途中2、3、4、5マジ2、3、4、5やば、2、3、4、5、6、だってなんやかんやだってもう16すぐポンパってきたから、後半進お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、まあ一応ね、堀川みくむチャンネル、4位タイ、4位タイ、単独2位。2位。はあ、すごい優秀ですね。過去最高ですか。ね、この最高。水野くんはね、優勝3位とかありましたけど、僕13位だったんで。そうね。最高だ。すごいですね。いや、この一番暑い時期にウォーターシャワーの気持ちどうでしたか。寒くなった。いや、多分あの初の。2位 での初のウォーターシャワーだったと思うんですけど、優勝したより水の量が多かったいやーね、みんなそこだけは勝ったんですよ。あ、そこだね、あの俺らもラウンド終わった後にたくさんギャラリーさんとサインした後、みんなね、ちょっとアクツプロの応援行ってきますって言ってね、みんなめっちゃ応援してたんですけどね。最後ちょっと、いやでもね、最終日3アンダーで上がって、これ勝てなかったらもうちょっとしゃあないですね。ちょっと、いやでも本当初優勝のプレッシャーってやっぱりあると思うし、で昨日の夜も多分ね、ぐっすりは寝れてないと思うんですけど、その中やっぱりオーバーパーにならなかったっていうのは本当に素晴らしかったんじゃないかな、うん、いや本当にだってミキヤってさ、うん、ちょっと緊張したらさ球曲がるってイメージあるんですよ、まあ、左に行くよ。なのに今日のプレーは 100% でしょ。16だけ外しました。あ、そうなの、でも本当1ヤードぐらいだったんで、はい、ほぼじゃあ100だね。でももうなんかね、阿久津美希也がね、ちょっとこういう緊張した場面でもちょっとこう乗り越えて、なんかちゃんとやってくれる感じが、最後までちょっとこんなにね、いや最後まあ18番であそこに乗せられたのはちょっと成長を感じてたかなとは思います、ね、うん、風もやっぱりね、難しかったし、うん、1日長かった、長かった。でも後半はなんか早かったですね、はい、やばいやばい、もうホール数ないないと思いながら、もうレンはアプローチが
まあそうね、うまい、はい、手, 手首が柔らかい、本当に。まあでもあの YouTube 現時点配信してた動画とかですごいめちゃくちゃコメント、ありがとうございます。はい、あの木下プロは普通プロで、まあ堀川プロももうワンツースリーフィニッシュみたいですみたいな、うん、ちょっとね優勝はならなかったですけど、ちょっとまた後半戦でね、うんうん、もう1回ぐらいみんなで、ね、優勝したいですね、はい、やらしたいですね。シード確定です。来年もじゃあ YouTube 出演よろしく。来年もいます。仕事場決まった。来年もいます。副会長2年セーフ。あ、来年はちょっとアクトプロいないんでみたいな、ちょっといやなんかねすごいネガティブやったんですよ、ね、私調子悪くて、もう5月中はねもう無理、指導地です、もう QT です行きますみたいな言ってたんですけど、ガチでちょっと QT の準備しとけみたいに言っといたんですからね、言っといたんですけど、いややっぱりね、やっぱ力あるね、あるある、ね、力ある、あるある、徐々に徐々にこうね強くなってますね。まあ本当でもこういう経験がね次の優勝につながるんで、ね、そうですね、はい、まあ木下さん今年も水野優勝してますし、はい、まあ靴も惜しかったですよね。ちょっと僕もちょっとまだ勝ってない、ね、JT 行きましょう。今年最高順位水野の方が3位だったんで、まああれですけど徐々に徐々にここから、うん、JT 行きましょう、はい、そうだね、はい、引き続き JT は待ってるから。あ、そうですね、まだね、まだね、はい、頑張って待ってるから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、まあまあ気持ちよさそうだったね。いやいや、いい、いい、ね、ちょっとさ、ワンラウンド終わっても暑くてさ、ちょっともう悔しくての時のあのキンキンの水シャワー、まあまあ気持ちよかったでしょ。あの、なんか感情もすっ飛んじゃったね。すっ、すっ、もう、もう、もう悔しいの忘れた。忘れんなよ。涙をね、ね、そうね、はい、ありがとうございました。いや、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね。早かった。